ザコパネは、ポーランドの都市で、マオポルスカ県に属する。ポーランド屈指の秘書地、保養地であり、ウィンタースポーツも盛んである。人口は、約2万7千人。タトラ山脈、タトラ山脈の山脈に位置しており、ポーランド屈指の秘書地、保養地として知られる。近隣の都市としては、約85キロ北のクラクフが挙げられ、鉄道とバス路線で結ばれている。 タトリ山脈の南緑はスロバキア領となっている。カロルシマノフスキの別荘美トキエビッチの墓小さな山間の集落であったが、19世紀末になると鉄道網の整備や庶民に旅行を楽しむ習慣ができたことでザコパネの開発が進むことになった。この頃、初のホテルも建てられている。20世紀になるとポーランドの建築家、芸術からの注目を集め、 この地で活動を行うものが増えた。現在はポーランド有数のリゾート地へと成長を遂げている。ザコパネは多くの芸術家を魅了した。1907年にザコパネに今日移した音楽家ミエチスワフカルービチはこの地で多くの作品を作り上げた。音楽家カロルシマノフスキもこの地の民族音楽に関心を抱き、一時この町に留まった。 社会主義運動にも関わった詩人、ヤン・カスプロービチも、ザコパネの山岳民の生活に共感を抱いた人物である。その晩年は、ザコパネで生活し、この地で没した。建築では、スタニスワフ・ビトケイビッチが、いわゆるザコパネスタイルと称される、木造建築様式を創始している。息子のビトカツィは、画家として活躍した。 19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍した民族運動家、文化人類学者であるブロニスワフ・ピウスツキは、ロシア皇帝暗殺計画の容疑で逮捕され、カラフトへ流刑となった。この際にカラフトなどの極東地域に関心を抱き、再度カラフトに渡りカラフトアイヌの言語研究を行った。1980年代になって、その際の老下レコードが、 ザコパネで保存されているのが発見されており、アイヌ研究に大きな器用をもたらした。オスツイペックと称されるスモークチーズがザコパネの名産品である。動物や樽の形をしており、形状を眺めるだけでも楽しめる。ただし、味はかなり特徴的である。競技会場ポーランドにおけるウィンタースポーツの中心地である。1929年、 1939年、1962年とサンドノルディックスキー世界選手権の開催地となっており、1993年と2001年と2度に渡ってユニバーシアード冬季大会の開催地にもなっている。冬場には多くの観光客が訪れ、スキーなどを楽しむ、ポーランド国鉄のザコパネ駅があり、クラックフと結ばれている。ただし、 ポーランドの列車は総じて所要時間が長く、最長で4時間以上かかる。バス路線でもクラックフとザコパネが結ばれており、所要時間はその半分程度。本数、所要時間ともにバスの方が合理的。タトラ博物館の内部、ありがとうございます。